今回の動画は新しくスタートしたサバイバルオーディション番組ピークタイムについて語っていきたいと思います。ピークタイム応援してる方はぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さん年度末ですね皆さんのお仕事はいかがですか？お忙しいですか？YouTuber にはそんなに年度末関係ないんですけれども、兼業 YouTuber なんでね、他の仕事の方はちょっとまあ年度末でドタバタしておりまして忙しい日々を送っているんですけれども、まあ、そんな時にまあサバ版が重なるちょっとねこんなに重なったことは久しぶりなんじゃないでしょうかと思っているんですが、まあ、お茶会 TV ボイプラの動画出しているんですけれども、サバ版始まるとね結構忙しくなるんですよ。まあ毎週毎週ありますし、はい、見る時間もね確保しないといけないので、まあ、好きで見てるんですけれども忙しくなるので、まあ同時並行は結構危険な賭けではあるんですけれども、まあ、今までもね一応こうガルプラやりながら、まあ、フープリやったりとか、まあ、フープリやりながら放課後のときめきとかやってる時もあったかなと思うんですが、あまりにもピークタイムが面白いので出しちゃおうかなと思って今回はピークタイムについて語ろうと思っています。もうね、なぜかっていうととにかく面白い、本当に面白いです。この動画見てくださってる方はピークタイムもうすでに見てらっしゃる方がこの動画見ていらっしゃるかもしれないんですが、これから見るよっていう方ももし見ていただけるのであればぜひ見てほしい。本当に面白いです。あのねすごい泣けます。まあ、サバ版って泣けますけど、こんな泣けるサバ版は初めてです私。もうすでに3話まで放送されているんですけれども、皆さんお忙しいと思いますのでもう4話から見ちゃうよっていう方もいると思うんですよ。ちょっと3話までね見れないよ、そんな時間がないよっていう方もいらっしゃると思うので、今からでも追いつけるように任せてください。もうお茶会 TV が概要をご説明しますので、まあ、この動画を見ていただきましたら4話から追いつけます。ただ本当面白いので3話までね振り返って見ていただけるとすごい嬉しいですね。まあ、この動画の後半はネタバレになってしまうので、1話から3話見ていただいてこの動画の後半見ていただいても良いですし、すでにもう1話から3話見たよっていう方はこう一緒に感想を共有していただけたらなと思います。早速まあピークタイムのね概要をご説明していきたいと思うんですが、でどこで見れるかと言いますと、アベマとテレ朝チャンネルで見れます。で全11話です。毎週水曜日の10時半から放送しておりますので、まあ、今日はこの動画が私の編集が間に合っていれば公開された後に第4話の放送があります。はい。で、ちょっとね、放送時間が遅いんですよ。で、10時半から多分12時ぐらいまでやるんですけど、まあ、次の日見ようかな、なんて持ち越しましたら、次の日ボイプラなんですよ。だからね、ボイプラもピークタイムも並行してる人は水木大忙しっていう現象が起きますけれども、ぜひ見ていただきたいんですね。ピークタイムのいいところは、なんといっても字幕が、ちゃんとした字幕がついてるんですよ。お急ぎ字幕みたいな感じじゃないですか、ボイプラって。同時通訳が字幕版で見れると思うんですが、後からこう字幕整ったバージョンが見れるじゃないですか、何日かしてね。なんですけど、ピークタイムはもう最初からちゃんとした字幕がついてるんですよ。これはね、どういうことなんだろう。日韓同時放送なんですけれども、なんで間に合ってるのかなってすごい不思議で。Mnetに慣れてたから、日韓同時放送の時って字幕は間に合わないものって思ってたんですけど、間に合ってるんですよね、ピークタイムは。なので、すごい見やすいです。ピークタイムってどんな番組なのってことなんですけれども、まずこの番組に出演できるのは、すでにデビュー経験のあるアイドルの皆さんです。なので、まあ、すでにデビューしてるんですけれども、いろんな事情で活躍ができてないとか、才能と実力を持ち合わせてるんだけれども、こうまだ売れてないようなグループが23組もう最高のピークタイムを目指していくという番組になっております。個人の活動名、要は芸名は明かされるんですけれども、活動時のグループ名は伏せられたままで、まあ、その代わりにみんなチーム何時、まあ、ピークタイムにかけてチーム何時っていう風に呼ばれます。で優勝したチームは賞金3億ウォンとで、アルバム発売が約束されていて、上位6チームは合同でグローバルなライブツアーに参加できるということですね。なので、まあ、基本、まあ、デビュー経験者のみのチーム戦になります。で、イメージとしては、キングダムに近いかなと思うんですが、まあ、キングダムも私大好きで見てたんですけれども、向こうは売れっ子たちの、まあ、頂上決戦みたいなところがあるじゃないですか。まあ、すでにメジャーなね、グループさんが出ていたので、こちらはもうもっと切実と言いますか、デビューしたけど、もう全然売れてないとか、事務所の事情ですぐに解散になっちゃったとか、バイトしながらね、アイドルやってるとか、メンバーが脱退
しちゃっても実質活動休止になってるとか、いろんな事情を抱えた方たちが出てるんです。で、23チームでスタートしたんですけれども、私まあ普段雑食オタクですよっていつも言ってるんですが、そんな私でも23チームのこう名称を一覧で見た時に知ってるグループね、正直半分もなかったです。それにねびっくりしちゃいました。歌番組とかも見てるし、ある程度 K-POP のグループ知ってるって自分で思ってたんですけど、こんなにね知らないグループあるんだと思って、だからね、私たちがね普段目にしてるアイドルってかなり売れてる方なんですよね。なんかこれが現実かって思いましたね。とあるグループが言ってたのが、デビューしたら寝る間もないぐらい忙しいと思ったと。私たちもそう思って見てるんですよ。K-POP アイドルってもう睡眠時間もねない3時間ぐらいだとか、もう寝る間もなく移動中に寝てましたとか、いつが昼でいつが夜かもわからないぐらい活動してますみたいな話ばっかり聞いてたので、そうだと思ってたんですけど、ご本人たちもデビューしたらもう寝る間もないぐらい忙しいと思ってたのに、いざデビューしてみたら時間があってこう暇だったんだっていう話をしてて、なんかちょっとそれ聞いたらもうぐっと胸にきましたよね。あ、そうかって、忙しいって言っている人たちは売れてる人たちなのかと思って、なんかそういうねちょっといろんなグッとくる話が出てくるサバ版なんですよ。で、司会はイスンギさん、審査員がいらっしゃいます。スーパージュニアのキヒョン、少女時代のティファニー、 2PM のパクジェボム、ハイライトのイ・ギガンで、ウィナーのソンミノ、インフィニットのソンギュ、プロデューサーのシム・ジェウォンさんと、作曲家のライアン・ジュンさんということで、審査員の方たちいらっしゃるんですけど、すごいねいいなと思ったのは、厳しいことも結構言うんですよ。なんですけど嫌味な感じが一切ない。韓国のサバ版によくありがちな、なんでそんな言い方すんだろうみたいなのが一切ない。厳しいことは言ってるんですけど、愛情もあるし、まあ、割とこう冷静と言いますか、そうなんだなって、こちらが聞いてても嫌な感じはしないコメントが多くて、でそこもね見やすいポイントだなって思います。ボイプラとかとは違って、トレーナーではないので、審査員なのでトレーニングには審査員の皆さんは基本は多分タッチしないっていう感じですね。で、ウィナーのミノが3話まで出てたんですけれども、徴兵に行かれるということで、第4話からはママムーのムンビョルさんが出演されるということです。グローバル投票ということで、ホームページの方から投票ができるので、日本からも投票ができますね。今すでにもう3話までが配信されているんですけれども、全23チームのうちもう 1、2話が予選審査だったんですね。で、1ラウンドに進出できたのは今現在16チームになっております。6話までは一次投票期間ということなので、これから見て投票してもまだ間に合います。とにかくみんないろんな事情と背景があるんですよね。一筋縄ではいかないっていうか、まあ、新人さんたちもいるんですけど、新人だけどまだ全然売れてないとか、活動期間それなりに経ってるんだけれども、なかなかこう飛躍できないチームもいたり、すでにねもう一旦解散しているとか、活動休止になってるチームもいたり、いろんな事情があるんですけれども、それをね知った上でパフォーマンス見ると本当に泣けるんですよ。まあそうね、ボイプラも同時並行で見てるんで比べるとあれなんですけど、まあ、練習生の子たちのビハインドとまた違ったこのデビュー組の人たちのいろんな背景なんかで、とにかく泣けちゃうそこが魅力なんですよね、この番組の。なんで私はこのグループ知らなかったんだって思うぐらい実力あるグループがいっぱいいるんですよ。もうとにかくすごいんです。だからそれを皆さんに見てほしい。で、韓国では結構ね、もう話題になってるらしくって、で、日本でも後でお伝えする、その大黒男児さんたちが初回放送日にトレンド入りしたらしいので、結構話題にはなってますよね。で、初回、1話と2話が一挙放送だったんですよ。で、もう恐ろしいぐらい長くて4時間あったんですね。もう私も試しに見てみようと思って見始めたら、まさかの4時間あって、なんで1話と2話一挙放送したんだろうってすごい不思議だったんですよ。で、なんかいろいろ調べたら制作側の意図があったみたいで、こう短い編成時間だとどうしても 2,3 回にこうステージ披露をするグループを分けないといけないと。1話に全部まあ収まりきらないですからね、23チームもあると。そうなると初回に出演したアイドルの方がどうしても注目されるし、ファンが増える可能性が非常に高いと。なのでこう2回目以降に出演するグループが不利になってしまうから、
1話2話一挙放送したということらしいんですね。いやーちょっとね、これ聞いた時私感動しちゃいましたね。あのボイプラもグループバトル前半チームと後半チームと、後半チームが不利なんじゃないかみたいな話とかも結構出てきてはいるんですよね。まあそうならないようにシッキムとか先に公開したりしてますが、投票期間の関係があるので、まあ、前半が有利なんじゃないかみたいな話あるんですけれども、それをこうなくそうという心意気それがかっこいいですよね。で第3話はライバルマッチっていうことで、まあ、同じテーマでこう2チームが対戦するっていうものになってます。まあ、審査員の票がより多かったチームにベネフィットが与えられるっていうラウンドになります。で、あの最初の予選の時はもう自分たちでステージ準備しないといけないんですね。自分たちで練習して自分たちでこういろいろ考えて作るステージなんですけど、第1ラウンドからは衣装とかダンスとかボーカルとか全部プロの方がついてアドバイスをもらってあのステージを披露することができるので、例えばもう活動休止してるグループとかはレッスン今受けてないわけですよね。でお金がなくってこう衣装とかいろいろできないみたいなチームも1ラウンドはこういろいろプロの手が入ってステージを披露することができるっていう、そこもね結構見どころだなと思いました。まあいろいろ語りましたけれども、注目のグループをご紹介したいと思います。いっぱい注目グループあるんですけれども、私の独断と偏見で選んだ3チームご紹介したいと思います。まずチーム23時大黒ダンジェさんですね。あの私すいません、ちょっと大黒ダンジェさん存じ上げなかったんですが、かなり有名なんですね。2010年にデビューしたということで、でまあ2017年にはもう契約終了して、その後活動休止してたそうです。5年ぶりに再結成したということで、13年築いてきたチームワークを見せればきっと良い結果になると思いますっていう意気込みをお話しされて、予選のねステージ披露されたんですけど、まあびっくり、こんなに歌いながら踊ることってできるんですかっていうぐらい歌唱力が本当に安定してるんですよ。3人なので歌の分量も多いのにブレない、いや本当にすごい。これはねちょっと本当に見てほしい素晴らしいです。であのライバルマッチの方ではレッスン受けたの14年ぶりっていうことで、まあ、活動休止してたのでね、脂っこさを減らせって言って多分ね、あの年下のダンサーさんなんじゃないかなっていう人たちから結構厳しい指導を受け入れるんですよ。多分30代でいらっしゃると思うんですけど、あの全てをもう受け入れましたということで、まあ、ダサいと言われたら直さなきゃって言われるままにやりましたっていうことで、あの謙虚な姿勢で努力をしてステージに挑むっていうところとか、もう本当にねちょっと感動的なんですよね。でそのペンタゴンのピンナリを30代の皆さんがやるっていうところが本当に爽やかなステージになってたんですけど、そういうところとかもねいいんですよ。かなりの実力者なので優勝候補の一つなんじゃないかなと思ってます。そして私の最推しチーム11時はい、2019年にデビューしたチームなんですけれども、もう所属事務所にメンバーと社長しかいないらしいです。で会社のジムとかもやっているようなアイドルなんですけれども、もうみんなそれぞれハンバーガー屋さんとかコーヒーショップとか映画館とかトッポキ屋さんとかバイトしてるんですよ。でバイトしながらアイドル活動もやっていて、そうテレビ出演がね終わった後にバイトに向かったりとか、でバイトに向かう途中でラジオから自分たちの曲が流れてきて、アイドルとしてステージに立ってる自分たちとそのバイトに向かう自分とね、その差に悲しくなったとか、そういう話をねするんですよ。ちょっとねもうピークタイムの申し子みたいなチームじゃないかなって思ってるんですが、素晴らしいんですパフォーマンスが本当に。あの予選アッキンダやったんです。うちのチャンネル見てる方はご存知だとは思うんですが、私カラットでもあるので、あのセブチのカバーに結構厳しいんですけれども、多分私が見たセブチのカバーの中では一番うまいと思います。あのアッキンダって難しくないようで難しいんですよ。でセブチの曲ってそういうの多くて、なんか明るいから簡単そうに見えてそうじゃないっていう曲が意外と多くて、そこをね超えてきましたね。素晴らしかった。ライバルマッチではモネクやるんですよ。でモネクもまた難しいと思うんですけど、モネクもまたいいんですよ。素晴らしいんです本当に。セクシーなコンセプトでやるんですが、セクシーなコンセプトってお金かかるからやりたかったけどできなかったんです今までって言ってて、コンセプトでかかる費用って違うんだっていうのをね初めて知ったりとか、ちょっとねそういうもう本当ね泣ける要素が盛りだくさんなんですよ、このチーム11時は。そしてうまい。なんでこんな才能あるのに売れてないんだろうって思うぐらいの素晴らしいチームなんで、もう私の最推しなんでちょっと長くなりましたが、ぜひ見てほしい。
そしてチーム8時ですね、ダークビーさんたちですね。ダークビーはバーって一覧見た時に数少ない名前聞いたことあるグループの一つでした。ただ今までちゃんと見たことがなかったので、今回初めてしっかり見たんですけど、すんごい上手いですね。優勝候補の一つなんじゃないかなと思ってます。まあ、とにかくこうライブ感っていうか盛り上げるのが上手くって、いや大手からデビューしてたら売れてたんだろうなっていう感じしますよね。で、まあ 80s の曲やってましたが完璧でしたね。自分たちのものにしてるっていう感じの雰囲気でしたね、カバーっていうより。で、私 80s も大好きなんで良かったですね。で、ライバルマッチは今日放送されるということで、すごく楽しみにしてます。まあいろいろ喋りましたけれども、まだまだね魅力的なチームいっぱいあるので、これから動画出していく中で語っていけたらなと思います。そして、まあ、最後に最新の順位の方なんですけれども、今なんと私の最推しのチーム11時が1位ということで、ちょっとね今後どうなっていくのかっていう感じですけれども、はい、まあ、今日はね4話放送ということで、先ほど言った1ラウンドのステージの続きと、そして新しいラウンドである2ラウンドが放送されるということです。で、2ラウンドは連合マッチっていうことで、異なるチーム同士でグループ組んで、まあ、合計4つのチームで対決するということですね。だから今まではまあ自分たちのチーム固定だったんですけれども、こうシャッフルされるということで、まあ、そちらも楽しみなんですけれども、ピークタイムのうちの動画のね再生回数がある程度伸びたらまたやりますもうね再生回数が本当ね20回とか絶対身内しか見てないじゃんみたいな回数だったらちょっと心折れるかもしれないんですけれども、それなりに見てくださる方がいらっしゃったらまた出したいと思います。はい、お茶会 TV はこれからもいろいろな、まあ、K-POP サバ版のコンテンツ動画出していきますので、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。